ここで先生とちょっとお話をしたいんですけど、なんか先生この夏も暑かったんですけど、私たちハーモニカをですね、練習なんかするときとても暑かったんですが、練習の方法とかなんか先生教えていただけますか。上手くなる。そうです、上手くなりたいんです、先生のように。いやいや、一生懸命やるしかない、ね、一生懸命ですね。わかりました。決まった時間に、決まった日に決まった時間に、必ずやること。はい、わかりました。ちゃんと休まないでちゃんとやるっていうことですね。長い時間でもいいんですけど、短い時間でもいいんです、はい、それは決めといて、はい、他のことやらないでね。そうですか、はい、いや、この会場の皆様方にもね、ぜひともハーモニカを習いたいなっていう方がいらっしゃったらどんな形でよろしいでしょうかね。やっぱり練習ですか。やっぱり練習しますよね、先生ね。ありがとうございます。